ニナニです。皆さんどうですか？最近は生きてますか？私は生きてますよ。もう普段は終わりきった生活をしてるくせに、インスタでは一枚なんかみたいな感じでやっちゃったりとかしてます。やっぱり人間って数年前の自分を思い返しては懺悔して、この頃の自分ってむちゃくちゃ生きとったよね、うん、じゃあ消えたい、そう思うような生き物だと思うんです。で、数年後の自分もきっと今の自分を思い返してきっしょ、まあそう思うと思うんです。ということで今日は、当時はイケてると思ってたけど今見返すと死にたくなるぐらいダサい写真、こちらを送ってくれとお願いしましたところ、もう死ぬほど引くほどきっしょい写真いっぱい送られてきましたので晒し上げます。さあ皆さんできっしょい写真を共有して、自分だけじゃなかったんだなと思って、下には下がいると思って安心しましょう。人生に逃げ場なんてないんです。はい、まずこちらですね。ウォーリーを探せファッションっていうのかな、この梅津和夫みてえな服着てるやつは彼氏かな彼女かなっていう、まずそこから。思春期特有のさ、なんか体だけ見たら性別識別っていうのがさ、一番難しい体型成長段階時代ね。わかる。こういうなんか体成長段階期ってさ、一番ビジュアル終わってるじゃん。それなのに一番人生で生きちゃう時代ってここじゃない？中1中2とかさ。わかるわ。もう私もこういう体成長段階時期の一番ビジュアルが終わってて、もう一番面白い顔してる時期に一番調子乗ってたもん。ここ奥の駄菓子屋でこう水飴をこう口に含ませながら、こうやってこうコロコロしながらよ。気持ち悪いやろ、まず。コロコロしながらフードコートでこうなんか同年代ぐらいの女子を睨むみたいな、タコの。めっちゃ睨んでくんだけど、あっちうさくないみたいな感じ。めっちゃブスなのに。めっちゃブス。うさくない、君なんか見てんだけど。自分が睨んだり見たりしよるけん、あっちも睨んでくるとたい。それとなんか、バリ見とるっちゃけど、うさくない、マジこっち見えなって話をね。ねえねえ、ポテトの S 買ってこようぜ。とか言って、もう、息のね、止めてくれよ、誰か。はい、次こちら。もうね、こいつ面白すぎて、私、インスタのストーリー先載せちゃったんですよ。こういうの大好きだ。シカゴクライナー白パン男。このネックレスもよく見えてないけどさ、100ダサいやろ。だってお前がつけとるぐらいやもんね。もうこの時代のお前がつけとるもんっていうものは全部ダサいよ。だってお前がつけとるだけで価値は下がるもん。靴履いたまんま椅子乗んなよ、ほんで。ちょっとインヒルっぽいのちょっと面白いしね。今後のお前のあだ名はじゃあ嘘つきね。最低。言っときますけど、相手別に私が嫌いな相手とかじゃないですけどね。いつも動画見てくれてる視聴者ですからね。待ってくれ、めちゃくちゃ懐かしすぎて、もう一気にあの頃の思い出が私バーって今蘇ってきて、今超鬱です、自分。今20代前半の人間はこの画像を見て全員もう全員もがき苦しんどるはず。てかもがき苦しんどってくれ。これで多分思春期ピークの男はこの変態で有名っていうこのハートのスタンプが多かったら絶対に喜びます。で、追加で LINE のタイムフレーム、これ絶対更新します。え、してるやつ見たことあるし。おい、誰が変態や。全然変態じゃないし、それでも俺が変態だと思うやついいねしてとか、なんか変な承認欲求出すなみたいな承認欲求出してくるから、こういうやつら怖いんだよ。そこでまたスタンプを押してきた女子の、あの個人にわざわざ飛んで、え、どこら辺が俺変態と思うみたいな内容を絶対に送っていたはずです。モテるとかね、可愛いスタンプを押されることを期待してこれを更新するやつもいたしね。うん、いたしね、つうか多分これ私だしね。きっしょ、殺してくれ誰か。どの回答に転んでもきつすぎるのやばいよね。なんでこれしようと思うとただやろうね。なんで人間ってやばい時にやばいって気づけないんだろうね。多分今もやばくて、で数年後これを思い返してやばって思うんだろうね。うん、ずっとやばいまま生きていくんだろうね。はい、次こちら。いいね、最高にきつすぎる。いいね、モンスターアイコスってとかがもう香ばしさ代表アイテムやもんね。で、それに加えてこの文章、好きが詰まった左手やけん。もう、あと何これ、これ多分投稿してんの男なのに、なんでこんな地雷系女みたいなフィルターつけてんの、情けない。小3ぐらいの時に撮ってたプリクラの背景みたいなフィルターじゃないですか、情けない。はい、次。もうマジで可愛いよね、これ。愛おしすぎませんか？ムッチムチの手に挟まる激キダサの指輪。保護したいよ、お前ら二人を今すぐに。こんなこの世の終わりレベルでダサい指輪ってどこで買えると？三宝石かな？それともあれかな、チトセピアの花子？チトセピアの花子誰が分かるとや。靴もこれはもうこの感じ見たところ、ハニーズかシマウラですよね。てっぺんにリボンついとるヒール、私も履きよった。もうマジで分かる。忍たま乱太郎の新米顔で、リボンばつけよったけんが、
やばくよね。足もね、靴下焼けしまくっとるとに毎日ヒール履きよったよ、私も。しかもこの右下見てください。わかります。安定の B612 ですよね。なんか、スノーという紙アプリがもう私たちの前にこう降り立つ前に狂うほど使用してた B612 ですよね。今 B612 って元気なんですかね。B612 の所在を知ってる方いましたら、連絡くださいって。あ、はい、出ましたね。スノーが生んだ怪物ですって、これね。もう 200% 性欲マックス時代の野球部ですよ。これ確定演出やもん。LINE のタイムラインにこの暇交換宣伝してくれる人、いいね押して、こちゃ行きます。とかね、もう更新しよったろ絶対。ほんで他校の会ったこともない女子と LINE を交換しまくって、大量に告白して回って数打ち当たる戦法で、もう見事玉砕してるタイプですよね。で、こいついけそうやなって思った女の子に、あ、眠い。てかさ、女子ってさ、いつからなんか胸とかでかくなってきた？てかもうでかくなってきた？爆笑。みたいな感じで、キモいぐらいに下ネタに話を急転換させるタイプですよね。後ろのこの持っとるバットはもちろんのこと、その林やペーパー、お手上げレベルのこのピンクのイヤホン、これももうね、野球部臭プンプンするさ。しかもこれ顔隠してるけみんなわからんやろうけど、父ちゃんの私物盗みましたみたいな、父ちゃんの私物盗みましたみたいな形のサングラスかけたりさ。なんで帽子の文字を隠しとるかもわからんし、誰の家に乗り込もうとしよるとかもわからんし、いろいろと教えてほしい。よかった、なんかこれを懺悔する日がお前に来て、まともに育ててくれたとやろうね、親御さんが。感謝感謝やね。うん、感謝感謝コールしようぜ。うん、スカイピースの。はい、これには実はね、物語があります。悲しい物語なんですけど、これまず可愛いミキの T シャツを身にまとってるじゃないですか。山中でジャンプしてね、可愛らしい少女、あどけない少女の姿がここにありますよね。こんなに無邪気だった彼女は数年後、こんなイキリショットを撮る女の子に成長します、こちら。おばさんすごく悲しい。知らない君は誰って、私の中のもうカメレオンは出ます。え、何が？どこで？男？男なの？ボコボコにしてやっけん、おばさんが。教えてみんしゃよ、汚せっけん。教えなさい、詳細は。どがん男に火がかってこがなってしまったとか。ほんでこれピッタマークスくっつけてるよね、後ろチラッと見たら。ってことはお前これ結構最近じゃねえのか。あんな山中でジャンプしとったお前をここまで変わり果てた姿にさせたやつは誰？その男とこの相模オリジナルをもうまとめて山の中に埋めに行こう。スコップば持ってくっけんが。スコップ持っとっけんが。みなちゃんがスコップ持っとっけんが。OK ホームセンターで買ってくっけんが。うん、行こう、岩屋さんに行こう。出たな、偽ゆず。一人エレキなの面白い。いやけどね、私人のこと言えないんです。このストーリー見てください、はい、これ2018年8月に私が挙げたストーリーなんですけど、友達と一緒にエレキギターをかき鳴らしてたとこあります。しかもボリ下手、ボリ下手、終わっとるぐらい下手。もうマジで消えたい、本当にごめんなさい。逃げ場なんてないさ、逃げ場なんて嘘さ、忘れたい。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。チャンネル登録。